はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで MUT さんからご依頼ですね。はい、MUT さんもね、ちょっとぶりですね。お久しぶりですね。はい、で、今日出荷します。まだ、間に合いますんで。6パックで、各パック8枚で48枚ですね。はい、じゃあパックの上ね、全部切ります。まあ、サイン2枚入りプラス、カタログにも書いてある通り、ゴルスタとチタニウムとガーラ。ガーラは8枚限定なんですけど、当てたいっすよね。よいしょ。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、ポク君、ルーキーとベテランとね、アイザー・スチュアートですね。まあ怒るのも、まあ分からなくはないよねっていう。確かに。お、ハリバートンの99シリアル来ました。シリアルも4、5枚ぐらいなんか出てきます。でこい、ベイカンパッチョ、シルバーだ。クルセイドシルバー。オコロとレブロン。同じパックに アイザー・スチュアートと まあ、レブロンはちょっとね、まあ、出しちゃってるよね。まあ、微妙なとこですけどね。はい。ワイズマン。ローリー。あ、プレイツ。アンドパッチズ。デニー君。はい。ここプレイツアンドパッチとマジェスティックとリミテッドが入ってますね。249です。ちょっと熱いやつです。で、アップデート。あ、ひっくり返ってる。誰だろう。リミテッドだ。誰だ。わかんないな。はい。テリー君。マブスですね。これがリミテッド。あ、パッチオートだ。あ、25。おお。はい、ゴールドですね、多分ね。25の25、パッチオートのテリー君、マブス。はい、入ってました。で、ケニオン・マーティンとリー。ジョシュ・グリーン。ジョシュ・グリーンもいなかったんだっけ？なんか下にいたような気がします。どっちかが。ウェストブルック。ウエストブルック。で、ホナーズの、ちょっと待って、パトリック・ウィリアムズ。で、バッセル。で、ヘイズの XR と、ヘイズのエッセンシャル。3枚連続同じ人はまだないですね。まあ、でも普通にあり得ると思いますけどね。はい。マクダニエルズ、バッセル、エンビード、コーレ・アンソニーで、フェニックスのベイ。ひっくり返ってる。ひっくり返ってる。これなんだ。プリズムになってんな。誰。ブルース・ブラウン。これ何これ。あ、ルーキー&スターズの元だ。はい、25枚限定の2番です。ブルース・ブラウン。ネッツになってる。デトロイトでしたよね。はい、ルーキー&スターズですね。これ、青の音なんですね。ルーキー&スターズっていうブランド。まあ、アメフトのブランドなんですけど、それのサインですね。両方ともパラオートですね。キラ君とドンチ。ヤニスとジョシュ・グリーン、アデバヨさん。あ、レブロンの赤149。これかっこいいですね。ウーブレ、これ。
フンガー言ってますね。マキシー君にカリーの青パラ。レブロンとカリーのパラレルが。はい。99。同じパックです。ワイズマンとラメロ。よかった、ラメロも出ました。XR っていうか、これもアメフトのブランド。バスケだと、まあ、まだ、いまいちですね。はい。バネ君に、ブラン。ミドルトン。オコロ。カリーのクルセード。オコロ。オコロがちょいちょい絡みますね。キュッキュ。で、パラレルのニコマニオンの赤。149。はい、となりました。まあ結構、うん、ラメロは1枚でしたけど、まあサインの方が両方パラレルオートでしたね。うん。XR もまあ、紙ブランドにしては、結構ベースもデザインこだわってていいですけどね。うん。25シリーなんですね、青は。テリー君ちょっと応援しないといけないですよ、これね。ちょっと暑いな。うん。はい。よいしょ。で、ハリバートンの99も出てますからね。あとはデニクのプレイツ&パッチーズとか、はい、あとカリーのシリアルとレブロンのシリアル、このあたりもまあ需要はありますからね。まあルーキー、うん、まあパラレルもそうですけど、まあ出てくるカードの7割ぐらいはもうルーキーカード系ですから、プラスね、こういうシリアルとかでですよね。はい。で、25シリのサインでしたね、両方ね。パッチオートと青の25となりました。はい。はい、じゃあ、右がお客様です。3回押します。1、2、3。5の1ペアですね。店長です。ワン、ツー、スリー。ああ、ストレート来ちゃうし、こうやって。はい、申し訳ないです。はい、ということで、こちらで、発送いたします。はい、本日中に出しますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。